おはようございます。私が一番最後に起きちゃって、起きたらですね、ママはご飯を食べており、で無事うんちも済ませたということで、パパがスパに行っておりました。おいで、かわいい。次の目的地に向かいます。目的地ゴー。焼肉屋のランタンさんに来ました。一応予約だけ取って来てます。焼肉です。一応人間のハラミとカルビランチセットと、あと犬用のご飯も頼みました。楽しみだね、ごま。楽しみだね。楽しみだね。もうすぐでご飯来るよ。ご飯来るよ。笑顔や。ワンちゃんの桜ゆきが来ました。初めての生肉チャレンジですよ、ごま。人間のご飯も来ましたが、食べる前にごまにあげていきたいと思います。美味しそうだね。イエス。桜ユッケだよ。ごまさん、着いたよ。トリックアートミュージアムに着きました。今から行ってきます。こんな感じで犬がリードつけて歩けるんですよね。なんじゃここ。なんじゃここ。見る、触る、撮るだって。あ、本当だ。もうサメを前に絶望感に打ちひしがれてるゴマです。食べられる。ここから見てもライアンと目が合います。不思議、ゴマとも目合います。常に絵の中の人物が拾ってるもの、そしてあなたの足元にも。何拾ってるんやろうって思ったら500円が落ちてます。この人たちは一生懸命500円を拾ってるってことですね。ゴマ、行ってみよう。ガラス迷宮行ける？よし、すごいゴマ。こっちかな、こっちかな。あ、そっちじゃん。行こう。合ってるゴマ。お、ゴマすごい。え、ゴマすごいよ。何にも見てないね、鏡。ゴマ、あっち。え、かわいい。ないないない。もう興味ないって感じだった。ゴマを見える？なんでかくなったゴマだ。あれ？ゴマ？あ、ゴマ。かわいい。ゴマちゃん。あにゃん。あにゃん。うわ、ゴマがいる。結婚と結婚っていうタイトル。結婚後はどうなる？こんなにならんようにしましょう。また来ちゃったよ、ゴマ。アウトレット、私がちょっと心残りの買い物があったので買いに来ました。ゴマ、行くで。行くで。えー、楽しい。楽しそう。楽しい。がありあまる、僕には体力がありあまる。よーい、スタート。ゴマの勝ち。ご飯食べた後はご褒美の馬のアキレスジャーキーです。美味しいか？